どうもぺこぱチャンネルご覧の皆様こんにちは、松井裕太です。そしてどうも、両袖の色違いは重りの違いです。シュペです。いや、色にも重さがあるシュペです。 お願いします。あ、重い。あ、そちらも重いんだ。はい、なんか黒の方が重いのかなと思ったけどって思うじゃないですか。はいはい、違いました。なるほど、すみません。やっぱ着てる人にしか分かんないからね着てる人にしか分かんないですからね。はい、というわけで、はい、さあシュペさんなんか今日お話しがあれて聞いたんですが。そうですね、出た本田圭佑。またちょっと皆様とやっぱこうやって楽しみたいなという。あ、ちょっと普通に喋っていいですか。はい、どうぞどうぞ早めに降りようしかも本田圭佑さんのモノマネじゃなくて、今のは本田圭佑さんのマネしてる純一ダビッドソンさんのモノマネだよね。あ、ジェイビッド・エッソンね。ジェイビッド・エッソン、言い方も人それぞれ、うん、どうしたんですか。いや、なんかあの以前、はい、この YouTube、まあ、企画じゃないですけど、はい、チェキを、うん、こうプレゼントするっていう企画がありまして。ありましたね。で、もしそのたまたまやっぱこのご時世なんでなかなかこう、はい、会えないですし、はい、本当になんていうんですか、こう会う機会っていうのはないじゃないですか。あのあれだ、チェキを YouTube で欲しい人みたいな話して、はい、ちょっとなんかこれやってくれたらあげますみたいなんで、はい、中京テレビで実際に。そうですね、名古屋で、はい、子供を連れた、はい、お母さんの方にこうあげたんですけども、はい、あれも本当たまたまですからね。はい、でそれでチェキくださいっていうので、はい、ああっつって、うん、で一緒にちょっと写メとか撮ったりとかしてみたいな。ありましたね、はい、ありましたね。その時チェキプレゼントしたんですけど、はい、久々にちょっとそういうのやりたいなと思いまして。いいじゃん、企画っぽい YouTube ですね。はい、でまずじゃあ何を差し上げるか、はい、まあこれ別に嬉しいか嬉しくないか分かんないですけど、今回こちらですね。じゃじゃん。まあ今年まだあの M1 最中なんですけど、こちら2回戦の時の あのエントリーナンバーのシール、お実際につけてたシールですね。おこれちゃんと取っていただくんですよ。でその4621番、はい、こちらにサインを書いて おりますので、こちらを、プレゼントしたいと思います。ただこれあげる人にはやっぱり、まあ、これちょっといろんなこう条件がありまして。ほう、なんですか。まずはやっぱこういうご時世なので、はい、やっぱりそのこう街中とかでもいいんですけども、うんうん、まあ例えばちょっとその急いでたりとか、うん、ちょっとこうまあ公共のなんかこうあるじゃないですか、いろいろ、はい、ありますね、ダメなような、うんうんうん、あと電車とか、うんうん、そこだとちょっと、うん、あ、ごめんなさいってお断りする可能性があったりとか、場所もかなりじゃあそうですね、限られちゃうし、うん、まあ本当にその無理せずで、本当にこれは奇跡を僕は信じたいので、うん、なんて言ったらもらえるんですか。これはちょっとね、やっぱこれを見ている、うん、方だけっていう限定なので、うん、はい、やっぱりちょっとそれは暗号というか、暗号、それをちょっと今から言いたいんですけどもよろしいですか。暗号言うの。暗号というか なんて言うの。そういうの。あ、分かった。じゃあちょっとまだ世に出してないギャグとか。世に出してないね。シュペポーズやってくれる人結構いるじゃん、うん、じゃなくて新しいポーズを今ここで発表して、うん、それをやってくれた人にあげるとか。すごいね、いきなりハードル上げてくるんですけど何ですか。いいじゃんいいじゃん、僕のプレゼンなのでいきなりじゃあ好きなようにやっていいけど、まあでもなんかその普通にじゃあシュペポーズされても僕もちょっと恥ずかしくなっちゃうし、はいはい、ちょっとあれなんで、うん、じゃあ逆にもっと恥ずかしい、シュペに惜しいシュウペイポーズあるじゃないですか。惜しいシュウペイ、あ、ありますね。鼻と目をこうやってね、こうやってちょっと変顔。これ、あれを勇気を出してできた人、あ、これプレゼント。あ、もしかしてぺこぱのシュウペイさんかなと思って、すいませんっつって、まあ、ソーシャルディスタンス保ちつつ近づいて、まあ、お互いマスクもしてそれは大丈夫だと思うんですけど。はい、あ、でも間違えたシュウペイポーズ、マスク外さなきゃ分かんない。まあ、それはちょっと距離取ってみます。距離取って、はい、マスク取って、2メートル以上離れてて。で、まあ普通にもしかしたら、このシールくださいって言っても、うん、あ、これちょっとあれやってもらわなきゃいけないっていうのあるじゃん。なるほどなるほど。そういう時はもう本当ちょっとごめんなさいっていう。はい。やっぱこれ一応企画というか。ちょっとじゃあもう一回だけ確認で見てもらっていいですか。どうやってやってるんですか。はい。こうやって。はい。あ、もう少しでシュウペイポーズなのにっていうこのミスったやつですね。もう少しでシュウペイポーズなのに、うん、これもじゃあ言ってくれれば。本来ならばね、はい、こうやってシュウペイポーズをやっぱやってもらった方が僕も嬉しいんですけど、はいはい、ちょっとやっぱ、わかりました。この企画を見たっていう人限定なので。証拠にですからね。はい。はい、もう本当、ね、わかりました。無理な
お願いかもしれないんですけど、まあちょっとそれをやっていただけたら嬉しいなということで、はい、もうちょっとでシュウペイポーズなのにっていう人に40人ぐらいで囲まれたら面白そうだけどなもうそれはそれでなんか違うものあげますけど、はい、というわけで、はい、なんか奇跡に出会いがあったらと思います、はい、というわけで、はい、楽しみにしててください。今日から始まる企画の説明でした。どうもありがとう。ありがとうございました。バイバーイ。